アスト。あなたは。そうか、覚えていなくても無理はないね。これを見れば信じてもらえるかな。それ俺が持ってるのと同じ。私は稲森雅人、お前の父親だ。父親。父さん大事に持ち歩いているんだ。アストとユリコの写真だ。母ちゃんの名前を。ユリコには本当に悪いことをしたと思ってる。最後くらいそばにいてあげれば。母ちゃん、母ちゃん。どうしてだよ。どうして母ちゃんのところに来てくれなかったんだよ。すまない。母ちゃんは辛い病気と戦って。心細かったはずなのに、どうして来てくれなかったんだよ。すまない。母ちゃんは。アストにはまだ謝らなきゃいけないことがあるの。母ちゃんはアストに一つだけ嘘をついてた。母ちゃんは父ちゃんが生きてることを俺にはずっと隠してたんだ。母ちゃんは父ちゃんの夢についていかなかったことを後悔してたって。サッカーをやっていればいつか父ちゃんに会えるかもしれない。頑張れアスト。お前が必要とする限りサッカーはそこにある。アスト、お前にはずっと明日がある。母ちゃんはずっと父ちゃんに会いたかったはずなんだ。離せ。すまない。降臨。買い出し行ってきたぜ。お疲れ様です。ご主、美味しそうな匂いでご主。そろそろ日本の味が恋しくなった頃だと思って、今夜は肉じゃがです。おかえりなさい。ご主。おかえりなさい遠藤さん。ああ、何かあったのか。アメリカ代表のことで伝えたいことがある。全員グラウンドに集まってくれ。
これまでお前たちに会いに行けなかったのはちっぽけなプライドのせいなんだ。プライド？ああ。私は国内での活躍が認められてレベルの高い海外リーグに挑戦するチャンスを与えられたんだが、移籍してすぐの試合で相手チームからファウルを受け足の骨を折ってしまった。それでもアストとユリコにプロサッカー選手として立派な姿を見せたいという一心で辛いリハビリを乗り越え復帰した私を待っていたのは、お前はもうチームには必要ないという冷たい宣告だった。そんな、たった一度怪我をしただけなのに。私も諦めることはできなかった。怪我は完治して前と同じようにプレーできると信じていたからね。しかし足に負った怪我は私の武器であったスピードを確実に奪っていた。そうして海外のチームを転々とした私はとうとうサッカー選手としての終わりを迎えて、家族を放り出してまで追いかけた夢が何の結果も得られなかった。そんなちっぽけなプライドにとらわれて私は日本に戻ることができなかったんだ。でもサッカーで成功するとか関係なく、母ちゃんは父ちゃんに会いたかったはずだよ。俺だって本当にすまなかったな。こうしてお前に会いに来る決心をしたのはアスト、お前がサッカーをしている姿を偶然目にしたからなんだ。選手として終わりを迎えた私はそれでもサッカーから離れることはできず、ジュニアチームのコーチとして世界の恵まれない地域でサッカーの普及に関わっていくことにしたんだ。そんな時だった。 FFI 一次グループリーグのスペイン戦を子供たちと見ていた私の目に飛び込んできたのは日本代表稲森アスト、私の息子の姿だった。そしてスペイン相手に勇敢に立ち向かうアストの姿に子供たちが感動しているのを見て、私の中にあったちっぽけなプライドは消え去り、この誇らしい気持ちをアストに直接伝えたいと思ったんだ。これまでよく頑張ったなアスト。父ちゃん、これからはお前のことをしっかり見守っていくからな。アスト、お前にはもう一つ伝えておかなければいけないことがあるんだ。父さんは今…そんな…嘘でしょ。一ノ瀬とドモンが入院した？二人だけじゃない。本来のアメリカ代表だったスターユニコーンのメンバー全員が病院送りにされたんだ。新たなるアメリカ代表ネイビーインベーダーの手によってね。ネイビーインベーダーとはやはりオリオンが送り込んだ刻印の選手たちでしょうか。彼らの刻印は確認できなかったけど、あの一糸乱れぬ統率ぶりを見る限り全ての選手がオリオンの使徒であると想像できるね。アメリカ代表とは正々堂々戦えるクリーンな試合になると思ってたのに。まさかオールオリオンのチームと戦うことになるなんて。試合が無事に終わればいいんですけど。一ノ瀬、どうも。一ノ瀬たちの敵を取るためにもネイビーインベーダーを打ち破らないとな。ああ、相手が誰だって関係ねえだろ。ゴッドストライカーであるこの俺がゴールをぶち破ってやるからよ。なんだよ、スペイン戦で出番がなかった割には余裕があるじゃねえか。お前ら凡人が世界と渡り合えたってことは俺はすでに世界トップレベルってことだからね。どういう理屈だよ。まあアメリカがどんなメンツで来ようが優勝候補のスペインより強いってことはないだろう。ロシアもアメリカに負けたってことは思ったほどじゃないみたいだしな。このまま一気に連勝してグループリーグ突破といこうぜ。さあみんな、ミーティングルームに集まってくれ。とその前に、じゃじゃーん、
日本代表に追加招集された新しい仲間の登場です。追加招集、誰だよ。いや、久しぶりだね、遠藤君。アフロディ、イナズマイレブン。よく来たな、アフロディ。遠藤君、君と同じチームで世界と戦えるなんて胸が躍る思いだよ。さて、日本代表に合流するにあたってみんなに一言いいかな。あ、いいぞ。なんか一発ネタでも用意してんのか。いや、ゴージン先輩じゃないんですから。ガシ、おい、どういうことだよ。正直に言わせてもらおう。ガシ、今のままの君たちではこの先到底勝ち進めないよ。ほう、それは神からのお告げってやつかよ。神としての言葉じゃない、ただ見たままの事実を伝えただけさ。ゴーエンジ君が怪我をしている今、このチームのフォワードは君たち4人だね。ああ、それが何だってんだ。僕は日本代表に加わるにあたってフォワードにポジションチェンジすることになったんだ。何？もともとミッドフィールダーだった僕にフォワードとしての攻撃力が求められている。その意味がわかるかい？俺たちじゃ力不足とでも言いたいのかよ。理解が早くて助かるよ。そう、このチームの弱点は君たちフォワードにあるのさ。面白え。俺たちに喧嘩売ったからには口だけで済むと思っちゃいないだろうな。ああ、監督、今から4対4のミニゲームをやりたいのですが。ええ、構いませんよ。ただし良平、君は前の試合の疲労が抜けきれていないから今日は休みだよ。ちっ、じゃあこっちはヒロトとアツヤと。サギ沼くん、キヤマくん、ヒロト君とアツヤ君のチームに入ってください。はい。そうそう、この4人でチームを。あ、で俺は？君には僕のチームに入ってもらうよ。はぁ？遠藤君、風丸君、君たちもね。うん、ゴールはバッチリ守るからな。来て早々に波乱を起こしてくれるじゃないか。アストの姿が見えないけど。そういえば、バスを降りてから見かけてないな。父さんは今オリオン財団にいるんだ。そんな、嘘でしょ。嘘じゃない。それじゃ父ちゃんは日本代表の敵に。アスト、お前はオリオン財団の一面しか見ていないようだね。オリオン財団は世界の貧しい子供たちをサッカーを通して支援している。今は貧しい国に住む 5% の子供しか救えていないが、オリオンがより力を増せばもっとたくさんの子供たちを救えるんだ。そういえば新庄さんもこの前同じような話をしてたっけ。でもオリオンが力を増したらサッカーは。確かにオリオンはサッカーを怪我しているかもしれない。だが今だけは我慢してほしい。オリオンのサッカービジネスが軌道に乗って世界中の子供たちを救うことができたら、その時は必ずオリオンを内部から改革して正しいサッカーを取り戻す。本当に？あ、約束する。すまない、思った以上に時間を取らせてしまったな。アスト、私とここで会ったことは誰にも話さないでほしいんだ。なんで？今の稲妻ジャパンは反オリオンの空気に支配されている。もしオリオン財団に所属している私の存在が知られれば、息子であるアストが代表から外されてしまうかもしれない。私はアストの希望を奪うような真似はしたくない。だから分かってくれ。あいつの鼻っ端折ってやろうと思ったのによ。なんで味方なんだよ。
先に1点を取った方が勝ちだから、お互い頑張って。このゴッドストライカーとあんたと、どっちが本当の神なのか白黒はっきりしようじゃねえか。僕たちが勝ったら、ヒロト君には一つ言うことを聞いてもらうよ。好きにしろ、俺が負けるはずないからな。試合開始です。行かせないよ。無理だヒロト、一旦戻せ。下げれば。何ちんたらやってやがる。出せ達也。焦るなよヒロト、1点取れば勝ちなんだ。監督、達也にはミッドフィールダーとしての能力だけではなく、最後尾からチーム全体をまとめる能力もあるんじゃないですか。ええ、期待以上ですよ。彼にはここぞという時の攻撃センスもありますし、吹雪くんの抜けた穴を埋める存在になってくれそうですね。行くぞ。ゴージ、マークだ。おお、アツヤ。しまった、お願い行く。ヒロト、いいパスだ。褒めてやるぜタツヤ。まだまだ。いいぞ、ナイスガッツだアクロディ。随分泥臭いプレーをするじゃねえか。お前、神はやめたのかよ。やめてないさ。地上に降りて、人間と共に泥にまみれて戦場を駆け巡る、そんな神もいるということだよ。何やってる、こっちだ。あつや、すぐにプレッシャーをかけに行った。勝つために泥臭く走り回るあのプレイ、まるで豪人先輩だ。え、俺、まさかアフロディのやつ、俺に憧れてプレイスタイルを変えたのか。ないないないでござる。おい、ムカつく野郎だな。いい根性してんじゃねえか。豪人、何やってんだ。ああ、そうだった。これが今の僕のサッカーさ。2年続けてライモンに敗れた僕たちゼウスは、自分たちに足りないものをはっきりと理解した。僕たちはもう空から人間を見下ろす神じゃない。2本の足で地面をしっかり踏みしめ、泥臭く最後まで戦い抜く、そんなサッカーを目指すんだ。見せてもらったぞ、新たに生まれ変わろうとするゼウスとそれを引っ張るお前の姿を。稲妻ジャパンにお前の力を貸してくれアフロディ。ああ、喜んで。こいつ、どこまで食らいついてくるんだよ。君からボールを奪うまでだよ。泥臭いプレーは俺の武器だろうが。させるかよ。来い。まさかお前があんなに熱いプレーをするとはな。ああ、見てるこっちまで魂に火をつけられちまったぜ。それは最高の褒め言葉だな。今の日本代表にアフロディ君を送り込んでくるとは、さすがキド君ですね。どういうことですか？優勝候補のスペイン代表と引き分けたことで、チーム全体にどこか緩みが出ていましたが、アフロディ君が刺激を与えてくれたおかげで、特にフォワードの皆さんは次の試合に向けて気を引き締め直してくれることでしょう。おおおや、遅くなってすみません。はいはい。どこ行ってたんだよアスト。罰としてトイレ掃除係はお前な。お、トイレ掃除そんなに嫌だったのか。どうしたアースト、顔色が悪いみたいだけど。あ、ああ、なんでもないよ。
ご主。アスト、私とここで会ったことは誰にも話さないでほしいんだ。くそ。落胆することはないさ、ヒラト君。ああ。オリンポスに神はたくさんいる。勝利する神もいれば敗北する神もね。君はたまたま後者だったってことだよ。さて、約束通り僕の言うことを聞いてもらおうか。ああ、何でも言えよ。ヒラト君、一緒に遊園地に付き合ってほしい。は？は？どういう流れだよ。それからゴーレム君。ぐし。君もね。ぐし。別のチームとなって挑んできた。この戦い一体どうなるんだ。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、神の目。稲妻イレブン今日の格言。泥臭く最後まで戦い抜く、そんなサッカーを目指すんだ。以上